モスクワに着いて約10時間、8時間ぐらい離れ離れになってました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。散々並みあったそうです。大丈夫でした。うん、大丈夫。どうだった？ご飯食べて、もうダラダラして、携帯はやはり見つからず。そっか。だから誕生日プレゼント携帯にしまいました。よかったね。どうだった？いや、あっという間に。すごい早かったよ。あ、そっかそっか。ディベートは？ディベート何も言ってない。多分言えないですよ、この話。じゃあ痛みは？もう圧迫もなくなってきて大丈夫だと思います。大丈夫だよ。まあ、そうですね。もうあとは乗って帰るだけだ。乗ってそうです。情がついてる。ありがたい。